皆さん、ようこそクラブサズルノへ。本日は僕が進行していきます、サイクル役山本智也です。そして、レース役、柴田貴弘です。おともやく、小池貴弘です。よろしくお願いします。おともやく、大野智弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日も始まりますよ、リモート放送ナンバーワンへの道。結束力が大事。効果や釈迦のようにクラブ化を作りましょう。うん、クラブと歌って、はい、この、時間内で、この時間内で作って発表します。あんまり時間ないっすよ。方向性決めよ。その CM みたいな感じにするか、その効果みたいにじゃーんじゃんじゃんみたいな感じでこうなんか進めていくか。多分俺思うんですけど、これベネーレもやると思うんですよ、はい、この企画。そうね、ベネーレはふざけてくると思うんですよ。あ、我ら効果みたいな、釈迦みたいな、なんかそのちゃんとしたやつ、そう、我ら朝礼で歌ってそうな、そうそうそう、しっかりの方がいいような気がするんですけど、皆さんいかが思います？あ、まあいいんじゃないですか。まあもう賛成ですよ。もうあっちはどうせなんかゆうくんとかがとっちらかった音楽作ってとっちらかった歌詞になると思うんで。いない人の悪口。いや褒め言葉、事実を述べただけ。しかもベネーレ代表して一人に背負わせてるからね。そうね、ゆうくんからね。ゆうくんならやりそう。みんなそうだから絶対。もう見えるもん、その図が。なんで、はい、じゃあちょっとなんかあれにします。分かりやすい歌詞でさ、絶対入れなきゃいけないこと考えようや。これね、まあまずは土星ですよね。ああ、一番はこれだと思う。いや、俺もそれだと思う。姫ね。姫ね。あ、そうね。多分これですよね。で、我々と言ったらなんだみたいなところはありますけど。でも今のところゲラメキュー。ゲラメ。確かに。今のところゲラメキューになってるね。あともサトゥルノじゃない？サトゥルノ、ね。あ、そうね。我らサトゥルノで締めよう。あ、いい。なんか釈迦っぽい。釈迦っぽい。我らサトゥルノ、これ締め、これ締め。我らサトゥルノ。そう、これ。なんか、おごそかな、我らの歌。我らサトゥルノナンバーワンとか。ああ、いいじゃん。我らサトゥルノナンバーワンね。ナンバーワン。なんでちょっと曲がってんの、これ。ナンバーワンね。我らサトゥルノナンバーワン。これ30秒の曲だとしたら、まあ、ここで5秒ぐらいあるんで。あと、まあ、効果だったら多分ためがあるわけじゃん。デデデデタサトゥルノナンバーワン。なんかそれぞれの特徴一つずつぐらい入れたい。ああ、我らのね、うん、なるほどね。土星から来た。あれいいじゃん。俺ら土星から来たんだっけ。だから姫に会うため、姫に会うため、土星から来た。姫に会うため、昭和のアニメだ。姫に会うため土星から来た。来た。じゃあ俺の特徴からいくね。オッケー。口でか。あれ？口でか。汗かき。まあでも長いと多分入んないから。一旦口でか。口でか。ナンバー2何がいい？ナンバー2。ナンバー2。皇太子。口でか。皇太子。ちょ、こうが分かんないんで皇太子。3番手。ぽよ。口でか皇太子ぽよ。口だけいいの、本当にいいの。口でかと口だけがいる。あ、じゃあ、じゃあさ、はい、じゃあちょっと目に合うため土星から来た口でか。じゃあもう皇太子の皇は絶対口じゃ。あ、口にね。あ、うまいね。そういう時間じゃない。じゃあもう口うま初めて聞く言葉の。これだけで30秒いきそうなんだけど。いける。ちょっと試しにさ、ともやなんか適当にメロディーつけてみてよ。姫に会うため土星から。ああ、いいね。ロボットアニメみたいな。土星から
やってきた。くせか皇太子くつまくつげくつま我らサトゥルの王じゃないなんかわーセリフパートかいいじゃん。あさセリフパートのところにさそれぞれのなんか声のつけよ。あーいいね、シャカシャカみたいなね。そうそうそう、素晴らしい。おーできた。あれでやってきた、ね、やってきたに変えようか俺らこれでいいの本当に。いやいやでも大事よ。わかりやすいな。でやってきて、で口が交代し口下口下げ口馬でなんかあれか、でもここになんかあって、うん、我らさってるのだよ多分ね、締めたい姫の笑顔が見たいから我ら意味がわからないのナンバーワン半分以上セリフパートってやばくない。いやいやでもいいじゃん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 。ここ2曲セリフパートね。そう姫の笑顔が見たいからみんなキメキメでやってね、もちろんよし歌詞終了ね。歌詞完成。じゃあ、ね、ここのささっき高弘が言ってたさ、おのおのやるときになんかワンアクションするっていうのを、うん、これやっぱ選んでいきますか。ああはい、まあ、まあ、私は多分こうなることでしょう。じゃあとりあえずどういうことなの。でも僕トライアングルもらいます。オッケー鈴で。あ、オッケー。まあ俺口でかだしないや、俺だけさ、口塞がってるんだけどさ。ああ、確かにね。もう出すだけでいいんじゃないですか。あ、そうか、口馬こうやってどうしよう、かっこ口馬ってすればいいんだよね、足をね。あ、オッケー。土星から来た。そうか。すごい。土星から来た。ここに来て才能開花する。才能すごい。いや、だから、四拍子に収めやすいんだよね。あ、なるほどね。どう開ける？サトゥルのナンバーワン。これです。伴奏めっちゃ短い。チャッチャランチャンチャンとかで終わっちゃう。伴奏。全然いい。マジでできちゃんと、なんかすごくない逆に。絶対に俺曲にならないと思ってたから。でこれも鳴らせばいいんだよね。ああ、そうだね。え、鳴らすんだ、みんな鳴らすんだもんね。はい、口でかパフパフ皇太子シャラシャラみたいにしてあ、まあなんかバンみたいな。ああ口でかって感じで、パフね。そう、オーケー、皇太子みたいな。よし、姫に会うためどうせ行から来ただった気がします。姫に会うためどうせ行から来た。口でか皇太子、口でた口だけ姫の笑顔が見たいから我らサトゥルのナンバーワン。ディ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 ン、オッケー、オッケー。題名考えるか。題名考えるか。我らの何々聞いてくださいからですね。オッケー、最後。そうだ、最後最後。何にしましょう。何だろうね。土星の輪。あー、なるほどね。ドラマ CD でよく土星の輪。土星の輪って書いてルビフラン。あ、土星の輪と書いて土星の輪って書いて上にみんなの歌って書かない。みんなの歌はまずくない。ちょっとあれなんで。ちょっとダメですか。みんなのウェディングロードとか。意味わかんない。なんだろう。まあでもリングなんちゃらリング、なんちゃらリングにする。全く関係ないのにする。プリンセスオーバーロードオーバーロードインフィニティ。いいじゃないプリンセスオーバーロードインフィニティ。モンスターカードみたいな発音。プリンセスオーバーロードインフィニティ。土星の輪って書いてある。ちゃんと書いてよ。プリンセスオーバーロードインフィニティってここに書けない。腹ちぎれそう今。めちゃめちゃおもろかった。プリンセスオーバーロードインフィニティね。オーケー、インフィニティね。ロードインフィニティはカタカナでいいですか。もちろんインフィニティね。あ、でも無限大。そうそう、無限大でもいいね。あ、そうそう、どっちがいいですか。あ、だったら無限大にしますか。ね、橋横にしたなんでルビにさらにするの。ルビにルビが必要な形になってるよ。姫に会うためどうせ日から来た。口が皇太子口
冷た口だけ3、はい、姫の笑顔が見たいから我らサトゥールのナンバーワン素晴らしい、素晴らしい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、素晴らしい、ということで、はい、これが我々の歌となります、はい、姫を招くときはこれでみんなでお出迎えしますかあ、そうか、そうか、そう、ぜひイベントで歌いましょう、ね、イベントで歌いますか、はい、はい、ということで、皆様ありがとうございました。さあ、これからもクラブサトルのを盛り上げていきますので、次の動画もお楽しみに。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願い。